8月27日、三菱重工神戸造船所を訪れ、開発中の超電導電磁推進船大和1号を視察しました。この超電導電磁推進船大和1号は、従来の推進力スクリューに代わり、電磁力を推進方式に取り入れた新しい夢の船で、平成元年11月に実験船の建造が開始され、今年4月には主発電装置の通電テストに成功。平成4年には世界で初めての超電導電磁推進船の実用航行実験が行われる予定です。